皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。パリゴリンビーチバレー女子決勝ではブラジルがカナダを破り、金メダルを獲得した。試合中に選手全員が口論となり、騒然とする場面も。審判がいめようとするもなかなか収まることはなかった。両国の頭を冷やさせたのはまさかの DJ だった。動画、DJ がまさかの楽曲を流し、 口論が収まる実際の瞬間ネット越しにブラジルとカナダの選手が口論となる。目を大きく開け相手を指さし、五輪らしくない展開となった。審判が笛を鳴らし、間に入るがそれでも収まらない。会場の観客たちもヒートアップする中、会場にまさかの曲が流れ出した。DJ が流したのはジョン・レノンのイマジン。 平和の代名詞ともいえるその曲に先ほどまで怒っていた両国選手の顔は自然と笑顔に観客も大合唱し実況を担当していた女性はグッジョブと DJ の行動を称えた決勝で起きた珍事に視聴者からはあの歌が彼らの怒りを鎮めた必要なのはレノンだけだ信じられない曲の力ってすごい DJ は金メダルに値する 音楽ってすごいなどの声が世界から寄せられている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。